山口市内ではあらゆる農林水産物が作られておりますけれども、はい、米、麦、はい、大豆、じゃがいもの中で県内での産出額が1位の作物は何でしょうか。やっぱりお米じゃないでしょうか。じゃがいもよく食べるだろう、大豆と。そうですか、うん、お米で。お米正解は全部です。あ、全部なんだ。山口市は農業産出額が県内2位、米、麦、豆、芋の産出額は県内1位です。数字的には県内有数の産地なのですが、必ずしも消費者への認知度が高いとは言えない状況です。今回のこの町に会いたいでは、山口市産農林水産物の知名度向上の取り組みをご紹介します。半澤さん、山口市が今目指しているものは何ですか？はい、本市では令和4年度から農村部も都市部も共に発展するオール山口の発展を目指し、ずっと元気な山口の実現に向けた取り組みを全力で進めています。山口市の農林水産業は13巻農産村地域の活性化を図るために必要不可欠であり、私たちの食の安心安全を守り、地域の生活を支えています。具体的にどういった取り組みですか？はい、徳地地区の山の芋や吉野川のアイアカニ、愛尾地区の車エビなど、市内にはたくさんの特産品特産物があります。それら農林水産業に直接携わる生産者の方々や、加工をする技術を持った方々をしっかりと支援していきます。高齢化や後継者不足が問題になる中で、新しい人材の受け入れや育成にも力を入れています。お試し農業体験など就農に関してのさまざまな支援やサポートを実施しています。ところで、先ほどもお話にありましたが、なぜ山口市には特産品が多いんですか？はい、実は平成22年に一市五町が合併し、各自治体の多様な産地が一つの山口市になったことで、皆さんに数多くの山口市産の農林水産物をお届けできるようになりました。さらに南北に広い地域のため、一つの品目でも長い期間収穫できるという利点もあるんです。ここですね。わあ、皆さんこんにちは。こんにちは。山口市の北部、標高300メートルの中山間地に位置する阿東徳佐地区。昼夜の温度差が大きいため、粘りや甘みの強い米が育つ米どころとして知られています。また西日本有数のリンゴの産地として、リンゴの栽培が盛んな地域です。山根さん、農事組合法人片山ではどのような活動をしていらっしゃいますか？はい、水稲をはじめ麦、大豆、野菜等の栽培を行っています。法人を始めた時には30ヘクタール足で始めたんですが、高齢化でどうしても農業ができない人の土地を預かっていくうちに50ヘクタール面積になりました。
高齢化による耕作放棄地の拡大や担い手の減少など多くの問題を抱える中山間地の農業。ここ農事組合法人片山では今年2名の新入社員が入りました。佐々木さんはこの春に入られたということなんですが、はいはい、きっかけは何だったんですか？きっかけは大学の実習をして、その農作業をするのがすごい大変だけど楽しさの方が上回ってたんで、はい、農業をやりたいなって思って入りました。働かれていかがですか？やっぱ楽しいですね。楽しい、はい、どういったところが楽しいですか？この自然の中に入れるし、それで作業できるし、なんか机でやる作業よりも動いてやれるんで、それが、自分に合ってるなって。阿東徳佐地区では米やリンゴだけでなく、季節によってさまざまな野菜も作っています。今が旬の新玉ねぎの収穫体験をさせていただきました。せーの。あ、結構硬い。こんなの抜いてらっしゃるんです皆さん。よっ。おほほほほ。抜けた。採れたばかりの新玉ねぎを特別に食べさせていただきます。甘い。この水分量美味しい。シャキシャキですし、やっぱり甘みが強いですね。都市部から離れているため、消費者に直接美味しさを知ってもらえる機会が少ないことも阿東徳佐地区の大きな悩みの一つです。皆さん、私がどこにいるか分かりますか？那田島の麦畑にいます。とっても綺麗です。山口市南部の那田島地区は江戸時代から行われた干拓によって広大な農地が生み出されました。瀬戸内海に面した温暖な気候の中で大型機械を活用した麦や米、大豆を中心に野菜などの栽培が行われています。いつからこの農業を始められたんですか？はい、私自身はですね、25歳から、戦争の農地がありましたので、はい、その農業を、守っていくために、始めました。昭和49年から仲間と助け合いながら農事組合法人として共同経営を行ってきた秋元さん。平成10年地域の農業を守り、担い手の育成を目的に有限会社那田島農産を立ち上げました。麦今刈り取られてますが、はい、この後の流れっていうのはどういうふうになるんですか？この後の流れは、この麦を刈った後は田植えをします。お米を作るということですね。なるほど、だから一番今忙しい最盛期なんですよね。秋元さんは若い人材を採用しながら直巻き農法など新しい技術を積極的に導入します。コストの削減にも努めてきましたが、従来型の農業に限界を感じていました。これからの農業というのは、やはり物を作るだけではなくして、その自分のところで作ったものをですね、いかに付加価値対策を考えていくかというのが、これ6次産業化と私どもは申しておるんですけど、これをでやはり進めていくということがですね、非常に私は大事と思っております。もりもり食べて、もりもり元気にいただきます。
平成24年度から県産の小麦と米粉を 100% 使って作られている学校給食のパン。なたじま農産では収穫した米を米粉に加工して市内の学校給食のパンの原料として出荷するなど6次産業化に取り組んでいます。いつもパンは残さず食べれますか？はい。食べてみてどうでしたか？柔らかくて美味しかったです。ふっくらしてて、美味しいです。地域と学校が連携し地元の農作物を学校給食で子どもたちに食べてもらうことで地域の農業や食への関心が高まることが期待されます。やはり地域の方とか、まあ、一般消費者の方からですね、美味しかったよと言われるのがですね、非常に生産者としてはものすごくね、喜びと心強い感じを持ちますね。なたじま地区で始まった地域の食育への貢献と6次産業化への取り組みは始まったばかりです。ただいまより、アグマル山口、アグマル山口開催でございます。皆さんよろしくお願いいたします。5月15日山口市中心商店街で初めて開催されたアグマル山口。市内の旬の農林水産物や加工品を販売し消費者をつなぐイベントで月に1回第2日曜日に開催されています。酸っぱい、どっちが好き？どっちがいい。地元の特産品をもっと身近に感じてほしいと時津養蜂園の蜂蜜や伏野川漁協の天然あゆめしなど24のブースが山口市中心商店街に集まりました。まあ、第1回なので、まあ、正直人が来るのか不安だったんですけど、思ったよりは全然人が来られて、売れ行きもすごくいいです。やっぱりスーパーとかでも他県の野菜とかが多いのでこれをきっかけに地元の野菜を知ってもらって皆さんに買ってもらえたらなとは思います。この日の目玉イベントは玉ねぎ詰め放題。よいしょ、これ一緒に持った、はい、ここに入れて、はいはい、ここに玉ねぎ詰め放題をしてみていかがでしたか？うん、楽しかった。かなり大きい見事な玉ねぎだったので入れるのが大変だったです。何個入ってるんですかね？何個ですかね。長蛇の列ができた玉ねぎ詰め放題。この日用意された山口産の玉ねぎ300キロは無料ということもあり、開始から1時間でなくなってしまいました。まず第1回目ではありましたけれども、まあ、事前 の、 広告とか周知のおかげでですね、思った以上にお客様がいらしていただきまして玉ねぎの無料配布も予定より早く終わって大変大盛況だったと思います。まあ、こういう形で月一という形で開催の予定はしておりますけれども、今日は、玉ねぎとかの形の方で無料配布とかもしましたけれども、また別の産品とか考えてですね、市内の農産物の農林水産物の情報発信につなげていきたいと思っています。高橋さん、今日は山口市の農業やアグマル山口を見られていかがでしたか？はい、山口市内でこんなに各地それぞれの特色を生かした農業が行われているっていうことを初めて知って驚きました。そしてこのアグマル山口ではそんな美味しい農林水産物が一堂に会して私たちの手元まで届く、これ素晴らしいイベントですよね。ありがとうございます。中山間農産村部を活性化するためにはそこで生産収穫される農林水産物の知名度を向上させ地産地消を促進したいと考えています。これを実現するためにはアグマル山口の活用だけでなくさらなる工夫や知恵が必要だとも思っています。そして農林水産物の産地化を進めるための支援にしっかりと取り組んでいきます。疲
月に一度のあぐまる山口、皆さんも足を運んで山口の旬の食材を味わってみてください。